はい、始まりました。しゅうちゃん、オートです。本日はですね、最終日となりました、オートレスメモリアル。こちらのですね、今日は9レースから最終レースまでやっていきたいんですけど、今日は川口オートレース場にこれから行きます。はい。そこで何をするか、今日からですね、明日の、1日、12月1日です、初日、川口オートレース場でですね、いよいよ、再開ということでですね、今日、皆さん、全権日ということでね、走ってます。それをちょっと見に行きたいなというふうに思ってますので、今日は、9と11は、レース場でちょっと見たいと思ってます。はい、レースやりながらレース見てるってちょっと変なんですけど、はい、ぜひ最終レースまでね、お楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、9レースですね。ここはもう木村武史、キムタク、こちら頭の工程ですね。あとは3番、4番、内山さんと青山さん、どっち行く？青島さん、いけない。タックンが行ってる。いやー、なんだ、1番、2番、かわせれんかい。やっぱやれば頭だ、タックンだよ。山立もスタート早い。うわー、外枠勢だ。いやー、キムタケこれ来れるよ。まだ来れる、まだ来れる。中入って。いやー、1、2、3残、そうだ、残るよな、スタートな。そうそう、外枠勢。山立つ早い。山立つ早い。さあ、キムタケこれ外からどうだ、切り返して来れるか。これで入れるか。いや、すげえ入ってきた。やっぱ車できてる。いやー、でもこれ回れるか。うわー、ちょっときつい。いやー、でもそうするともう、あー、もうリアが滑ってる。あー、キムタケもう終わった。いや、タックのスタート一発カミソリ決まった。山立もちょっと離される。もうきついな、これは。いや、山立スタート切れてんな。いや、タックオムレートだ、これすごい、すごい、なかなかいい。キムタケ来たけど、やっぱりもうこの万事休す。タックオムレート。さあ、10レースですね。ここは5番の岩見選手、あとは8番の松尾の2に、この2車で勝負。まずはスタートですね。岩見さん、しっかりスタートを切って、なんとかトップで来い。岩見さん、そこから抜いてこい。つかませ。岩見け、岩見け、よっしゃ。清志さんがスタート悪かったな。さあ、あとはニーニーが上がってこれるか。リュウちゃん来た。平塚を待ってた5番の岩見、先頭に上がっています。同じく外側
うわ後ろこれなさそうだな、これきついな。最悪2着で勝ってるのがみんな後ろや。頼むよ2位に、頼むよ、あっと来い。入れ、よっしゃ、あとリュウちゃんだけ、頼むよ2に、頼むよ、さあ行け行け、2に行け、よし、そこで切り返そう、うわ外だ、頼むよ、かました、かます、おーかましてった、早い、さあ岩見さん残せ、オッケー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 、さあ11レースですね、ここはもうまやちゃんの一択スタート勝負、頼むぜまやちゃん、スタートバッチリ、特別選抜さあ行け、スタートしました、よし行った、外から行った、行け伸びてけ、伸びて、伸びろ、乗り越えていった7番佐藤真也、トップスタートを切っています、あと枠なりか、それが辛いな、あと枠なりが辛い、中口下がってこい、水木見てる、水木こっち見てる、それどこじゃないんだよ今、最高峰6番の砂見和之です、2番手1番の渋沢をかわして2番の浅田慎吾上がってきました、さあ長口さん来い、続けるか3番の中口、残りは4周回です、7番佐藤真也、長口さんいいな今節やっぱり、さあベップちゃんも来い、ベップちゃん来い、よし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 、入れ、渋沢交代気味、4番のベップ慶吾が内から上がって今4番手です、やばい浅田選手いけるか、頼むよ中口さん、頼むよ、レースは後半残り3周回、2番手2番の浅田慎吾、3番手、3番の中口武、昨日から行け、中口さん行け、あーこれ別府さんが届かねえな、中口さん勝負そこだ、行けねえか、いやーこれダメだ、浅田さん残っちゃうわ、ダメだ、うわ浅田さんかよ、外行った、でも中口さん今節すごい調子良かったね、素晴らしい、いやでもまやちゃんおめでとう、最終日きっちりと、8名グレードタイトル合計獲得数は167、1個加えるのは誰か、さあ加賀谷3秒切りました、オートレースメモリアル優勝戦スタートしました、さあ行け加賀谷、2番の岩崎か、それとも4番の加賀谷か、トップスタートだ、よっしゃ行ったべ、4番加賀谷の
トップスタート。よし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 。2番の岩崎3番手、3番の金子へ飲み込まれた形で輝け、行け、そのまま行け。6番高橋光嗣、ナンバーワン鈴木圭一郎、6番手、7番奈良がいて、1番の武田が最高峰です。よし、影逃げろ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 。センターバックからトップスタートで2番手が序盤戦引き離しにかかっています。5番佐藤孝也2番手、3番手は2番の岩崎良一、その後は3番金子と6番高橋光嗣並走。少し内側にました。内を救って鈴木圭一郎が4番手にポジションを上げてきています。ケイチロも来てる。2番手以下を引き離していく。おお、岩崎さんだ。今日はなかなかスピードが乗っていきません。しかしそこを通り抜けできない。2番の岩崎3番手変わらず、かけいけ。ナンバーワン鈴木圭一郎は4番手。高山も頑張れ。残り5周回です。ここで鈴木圭一郎、岩崎をかわして3番手。高山も頑張れ。2番手の5番佐藤孝也に接近します。ちぎったべ。浜松代表の佐藤孝也と元船橋ちぎったべ。鈴木圭一郎、ここは2番手。もう2着しかアングルがない。1着は輝だよ、1着は輝だよ、1着は輝だよ。気にせずで連続グレードタイトル。頼むよ輝、4番輝が。カメラのアングル頼むよ輝だよ。おお、圭一郎いけない。まだ3番手佐藤孝也が2番手を抑える。孝也が内をうまく回ってる。さあどうだ。残り3周回、外からかませんのか。いや、うまい合わせ方がうまい。これ切り返せなければ。うわ、うまい。高谷頑張るか、粘れるか。しかし残りはあと2周。よし、高谷系頑張れ。逃げろ。これでは届きません。先頭4番の加賀谷、逃げろ。長期休養から逃げろ逃げろ逃げろ。いきなりグレードレース連続優勝。よし、加賀谷あと1周。初の G1 優勝も飾りましたが、頑張れ。このまま鈴木圭一郎ナンバーワン以下を頑張れ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 。青旗振られてファイナルラップ。高谷も頑張れ。あそこまで頑張ったんだ高谷、頑張れ。あそこまで頑張ったんだ高谷も頑張れ。三十五円粘れ、三十五円粘れ。この点高谷頑張れ。ブランクなんて関係ありませんでした。開けろー、輝一着。来たべ来たべ来たべ。オッケー、グレード連覇輝たけやき。これが天才ビッグボス輝。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。ビッグボス勝ったぜ、かげやグレード連勝、素晴らしい、おめでとうございますってことでございます。さすがでございます。最初これ着て応援しようかなと思ったけど、あの時間がなくてね、着替える間がなかったです。はい、ということでですね、今日かげや見事優勝、もう最高でございます。この後ね、かげやの優勝のねインタビューと、それと、川口王と明日からやってまいります。今日川口王と言ったのはですね、選手が練習走行をねやってますんで、それを、ちょっと見たりね、あの見た感想を言ったりとかしてますので、そちらの方もでね、皆さんぜひね、明日の川口王との参考になっていただければと思って、ちょっと撮ってまいりました。画像はあまり良くないので、その辺のところはご勘弁ください。はい、ということで、一足先になりますが、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。最後にお願いでございます。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではこの後、川口王と並びに川谷選手のインタビューですね、よろしくお願いします。優勝おめでとうございます。いや、ちょっと信じられないです。もう素晴らしい、あの前節の復帰戦で G1 を初制覇しましたけれども、もう連続グレードレース優勝です。ご自身でいかがでしょうか。いや、もう本当、あの何が起きてるのか自分でも分かんないぐらい、あの出来すぎです。はい、いや本当にこの連続グレードレース優勝、誰に伝えたいですか。まあ、もうあの本当、いろんなファンの方々からも、いろいろ支えの言葉をいただいて、選手の方からも、みんなからあのすごい励ましの言葉をいただいて、もう本当そのおかげで今またここで走れていると思います。いや本当に素晴らしいです。さあ今日はですね、今節あの新設の G2 オートレースメモリアルということで、6条代表の選手が揃いまして、加賀谷選手は川口代表としてのレースとなりました。どんな思いで臨んだんでしょうか。そうですね、川口代表として、恥ずかしくない走りができるように、目いっぱい頑張りました。はい、そして思想は30でしたけれども、手応えはいかがでしたか。
ちょっと、いろんな立ち上がりで張っちゃったんで、まあ、自分なりには、まあ、それで30ならまあ悪くないなという手応えはありました。さあそしてレースではスタートもう4枠からものすごいスタート切っていきましたけども、どんな思いで切ったんでしょうか。もうみんな早いんで、遅れないようにと思って、はい、目いっぱい切りました。ご自身での評価いかがですか。いやもう100点です。はい。さあそしてその後は8周回もうトップを走っていたんですけれども、心境としてはどうだったんですか。いやもう本当メンバーが本当みんな早かったんで、もういつ来るんだろういつ来るんだろうと思っても必死で走りました。さあそしてゴールした瞬間はどんな思いが込み上げてきましたか。いやもう本当、信じられない気分でした。さあそしてウィニングランでは、たくさんのお客様が拍手を送っていました。どうでしたか。いやもう本当またこうして皆さんの前で走れるのが本当に幸せだなと思ってます。はい。改めて今節5日間、地区対抗戦も行われました。少し違った開催ともなりましたけれども、どんな5日間になりましたか。そうですね、まあ、いつもあの川口みんな仲いいんですけど、いつもよりまして、団結してたかなと思います。はい。さあ次節は12月9日から川口での新走路での開催、そして年末のスーパースターも、はい、控えておりますけれども、今後の目標、意気込みを聞かせてください。そうですね、本当年末で、恥ずかしくない走りできるように、次の川口から、地元に合ったセッティングをもう見つけてスーパースター目指してちょっと、はい、頑張りたいと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。たくさんのお客さんが残っていただいてありがとうございました。また年末に向けて、目いっぱい頑張るんで、これからも、応援よろしくお願いします。見事 G2 オートレースメモリアル優勝を飾りました香谷武明選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。走路も変わりました。走路ですね、ここ今までなかったこれ1メーター幅なんですけど、この分がですね、まあ、エスケープゾーンじゃないけど、まあ、安全対策の一つだと思います。全体から見て1メートルですね、まあ、こういった形で金網にから遠くなっています。なので観客席の方も、1メートルバックした形になってますね。さあ続いて中村雅人選手、今外線走ってますね。でこの中に入ってくるかな、これで。中目走ってますね。まあ流す感じですね、当たりつけてる形にはなるんですけど、で雅人選手が入ってきた時に思ったんですけど、やっぱり、低い音がですね、すごく響くようになってます。続いて神業選手ですね、外線を走ってます。やっぱり一番最初に出た消音マフラーの時ってもっとシャラシャラ感っていうか、そういう音をしてたんですけど、今そういう音が全くないですね。普通のマフラーの、本当に消音っていう感じがしますね。ベースは今までのマフラーのような感じがするような音ですね。